ジミー・ハスリップは、アメリカ・ニューヨーク州出身のベーシスト、コンポーザー、音楽プロデューサー。セッションミュージシャンとして、ロベン・フォードを、はじめ数多くのミュージシャンをサポートし、またロベンのバックバンドから派生したフュージョン最初期のバンド、イエロー・ジャケッツのオリジナルメンバーであったが、2012年1月に、ジャコ・パストリアスの息子である。 フェリックス・パストリアスと交代することがアナウンスされ、ジミーは脱退することになった。また、彼は、人知、レネゲード・クリエーションでも、精力的に活動している。左利きであり、左利き用の楽器を使用しているが、弦の並びは、右利き用を左利きにひっくり返して使用している。フェアズ、ヘザー、ジミーハスリップ。 オールミュージック2010年4月23日閲覧。コーリー・ブラウン、フェリックス・パストリアス・ジョイニング・ザ・イエロー・ジャケッツ。ノートレブル、2013年5月2日閲覧。ありがとうございます。